よっしゃー。じゃあ、もう一個の方？記憶のさ、かけらのもう一個の方行こうぜ。何やったっけ？どこやったっけ？この稲の束の方か。稲の束の方やから、マップのこの上やね。上の方行こうか。まあ、地蔵でワープできるから、一瞬で。麦おるやん。なんでこんなこんの？何しに来たんでっちの？何しに来たんでっちか？呪いって一体何なんだろう。あ、そうやね、記憶の、でも記憶消されるってことなんじゃないの、シンプルに呪いって。その後どうなるかは知らんけど。もし朝までに呪いを解くことができなかったら、どうなっちゃうんだろう。完全に、でも元々もでも主人公記憶失われてるよな。お化けみたいに夜の街をうろうろすることになったりするのかな。あー、なるほどね。まあ、あいつらじゃあもしかしたら全員その呪われてたやつらかもしれんな。急がなきゃ。で、地蔵で、ワープしますわ。オッケー、ワープしました。ここまで。で、ここが、行けへんかったから、この前。この先行ってみようかな。一旦ね。この田んぼ道の先なんやけど、かかしには触れんなって、前、この看板見た時に書いてあったから、かかしにだけは触れんとこうかなと思うわ。あと、なんていうか、沼地に入るのみたいなこと言ってたよな。なんかいっぱい、何これ。え、これ何？これがかかし？何これ？は？何これ？なんじゃこれ？なんなんやあれは一体。お、しかもなんか落ちてる？これ、何や？古き良き田舎の風景を残す街、道に残る信仰の。この後は破られてて読めない。あ、なんかの文章。雑誌の切り抜き。美しく広がる、棚田と、子供を見守るように子守石が置かれているって書いてある。ほう。この町の特集かな。てか、あれなんやねん。あれかかし、あれなんやねん。あれかかしじゃないんかい、あれ。あ、怖すぎやろ、あれ。なんなん、あれ。田んぼ道が長い。ど田舎やねー、ほんまに。ほんまに、俺の家の近くもこんな感じやわ。ど田舎やな、マジで。これ何？ 絶対危ないやん。この祠の、台座、穴が開いている。ほう。何かが抜けた跡みたい。何か埋めれるってこと？でもこの先何も行けなくね？え？あ、びっくりした。音消えんといて、急に。え？何？こんなんあったっけ？え？は？これ、かかしか。あれ？不気味なかかしが立っている。さっきまでなかったはずなのに。思ったよりも、怖いやん？このかかし。鳥だけじゃなくて人もよ、あの、寄りつかなくなりそうやけど、あのかかし。結構怖いやん、あのかかし。びっくりした、何？あら、化け物だ！ なにこれ、ゼラチンみたいな、ちょっとかわいい。ちょっとかわいいけど、でかすぎて逃げれん。何これ、どうしたんや、これ。あ、これ、どうしたんや、これ。襲ってくる様子はない。ってことは、こっちに行けないってことか。普通に通せん坊みたいな感じ？ん？全然意味がわからん。なんか、どういうこと？なるほど、なるほど、なるほど。おい、どけよ、これ。あ、これ、かかし刺すんちゃう？もしかして。どけよ、これ。すげえ、かかしがバリア。あ、これ、触ったらあかんのじゃないの、これ。どけよ、これ、どけよ、これ。これ、刺せるんじゃね？あ、刺せた。消えちゃった。あ、もう全然意味がわからん。かかしを立てたら、お化けが消えた。なんでだろう。いや、ほんまになんでないの。なんでだろう。そんなかかし立てる？どうしてこんなにかかしが出てきたんだろう。そんなかかし立てる？もちしかもまんべんなく立てろよ。アホか。多すぎやろ。 ここにあった不気味なかかしが消えて。何
や、多すぎやろ、これ。田んぼに植えてるやつより多いんじゃん、これ、かかしの量。邪魔やな。鳥は寄りつかへんくなるかもしれんけど、これは。あ、ここも消えてる。あれ？さっきまでのカカシがあって、通れなかったはず。あ、これ、あれやっぱあれカカシだったね。カカシが移動してるんだ。移動系多いな、今回。ど田舎ですな。この地らへんにはカカシはないんですな。わーお、田んぼ道結構、あれやね、迷いそうやね。めちゃくちゃ立ててるやん、ここに。周回してるやん、周回。なんか話し合ってんのかな、あそこ。こっちは何？特になし。特になし。移動に？なるほど。量多すぎると怖くないよな。さっきまであったカカシがとか、さっきまでなかったはずやのにとか、こんな量見たらもう全然もう怖くないわ。この量は。この量は怖くない。うん。で、何気にそっちにカカシあったな。え？ああ、びっくりした。またこのカカシ。私はずっと見張ってるのかな。このカカシだけでもあれやもんな。他のカカシと。おっと、どうした？異様に雰囲気が違うもんな。でもなんかさっきあのカカシ取ったらさ、化け物から守ってくれたから、その味方か敵か分からへん、あのカカシが。何これ。積まれた石が崩れちゃってる。ああ、またカカシあそこに。積まれた石は子守石っていうらしい。子守石に触るべからず、崩さないようにって書いてある。なるほど。崩したらダメと。カカシにめっちゃ守られてますね、これ。直してあげよう。はい。触ってもいいのに。崩さへんかったらいいねんな。あかんやんけ。あかんやんけ。触ったらあかんっつったから触っていい。直すんやったらいいんかなと思ったけど、あかんやんけ。バカか。ちゃんと文字読んで理解してんのに、それと全く真逆のことやるってもう意味わからんねんけど。怖すぎやろ。何してんこいつ。あー、なるほどね。またここにカカシ刺すんや。こういう感じか。穴が開いた、大豆の祠。カカシはまだ刺さっていない。なるほどね。カカシを刺していかなあかんのか。なるほど、なるほど。もともとあったってことかな、あそこにカカシが。ん？何ここ。なんか落ちてる。ひらがなのメモ。ひらがなのメモ。ひらがなで書かれたメモ。字が下手でよく読めない。気になって覗いたら、なんで中にあんなのが。という文字だけど。気になって覗いたら、なんで中にあんなのが。はい。ん？あ、また書かした。押してるね。何の音しかも。あー。なるほど。これでも、これ余裕じゃね？なあ。全然近づいてこへんし。近づいてきたとしても、おー、ぶんで。近づいてきたとしてもさ、すぐにどっか行くからさ、そんなに難しくはないよな。はい。もしかして誰かがいたずらでここにあったカカシをさ、全部さ、どけちゃったみたいなのあるんかな？カカシをここに立てるとお化けが消えるんだ。覚えておこう。だから主人公が直してあげてるみたいです。なんなんこれ。こいつらは。てか、カカシがもともと、なんなんこれ。もともとこの状態だったってことかな。石が全部崩れちゃった。もう一回直すんか、お前。石。何が起こってるんだろう。主人公が元に戻してあげてるって感じなんかな。どうなんやろ。いまいち意味がわからへんねんけど。ちょっと理解するの難しいよな、夜回りな。うん。でも主人公が直してあげてるって感じなんじゃないかな、カカシを。おーっと、落書きされてるね。なんか。看板の上から赤い文字が書かれている。さっきまでなかったはずなのに。なんで書かれてんの？看板の上から赤い文字が書かれている。さっき、何が、なんか書かれたわけじゃないや。ただの落書きか。
石を崩すべからずって書いてあったから、って言っても、あんま崩すことがないんよな。うん。結構増えてきたな、でも。結構増えてきたな、石。あ、かかしあるわ。はい。やっぱもともとここにかかしがあったんじゃないかな。誰かが抜いちゃったんじゃない？いたずらとかで。ああ。はい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 。はい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 。まあだからこれ刺していくってことでいいやん。くしゃー結構多いやん。はい。あんま早く行きすぎたら、いくら避けてくれるっつっても、ぶつかりそうやな。チリな。またお化けが消えた。まあ、俺は、え？なんだか何？またカカシが、積まれた石を崩した。このカカシ、ん？何をしてんねん、お前らは一体。もしかすると、私がやってることは、誰かにとって良くないことなのかも。あー、やめよう、考えすぎかも。どっちやそれ。正しい行いをしてんのか、悪い行いをしてんのか、どっちや。なんか泣き声したら自分を泣くっていうのが一番いいよな。うん。そしたら相手ビビってどっか行くから。やっぱキチガイに出会うと、キチガイのふりしたら、キチガイどっかと消えていくから。それが、ん？何あれ？え、何これ？何これ？かかしがいっぱい捨てられてる。あ、捨てられたかかしの呪い？でもどうしてこんなにかかしが壊れちゃうんだろう？ん？この地域には何か特別なことがあるかも、あるのかも。ほう。こんなに俺今、捨てられたかかしの呪いに襲われてんの？もしかして。なんか家歩くね。あ、地蔵やー、なんか安心感半端ねえ、やっぱ。よいしょ。でもこっち記憶にないのよな。別にこっちでなんか記憶落としてるわけじゃないからさ。この先に何があるのかわかんないけど。あ、またかかしやん。どうもー。どうも。このかかしと他の複数のかかしは関わ、なんか、どっちなんやろ？仲間なんかな？ん？かかしさん。私、あの門の先に行かなきゃいけないんだ。助けてくれる？もう、とうとう頭いかれちまって、もうかかしに喋りかけるって。かかしに行ってもしょうがないか。ん？いけるよー。かかしが。かかしが答えてくれるかもしれん。いけるよー。あ、ここ普通に家あるんや。え、待って。おい、えぐえぐえぐえ。新しい街来たわ。多分。あ、これ、多分新しい街来たわ。夜回りと新夜回り、新夜回りか。新夜回りやってた時に、夜回りの街に行ったことがあるのよね。だからもしかしたら前作の、ガラガラを拾った。前作の街に行けるかもしれんね。ガラガラってどれや？ガラガラ、あ、これか、ガラガラ。ああ、赤ちゃんのやつやつね、ガラガラね。もしかしたら、夜回り、夜回り3も、その、前作の街に行けるかもしれないね。わかんないけど。でも、ほんまに街やな、普通に。新しい。広いのよな、夜回りって結構マップがね、思ったりも。何の音、何の音、何の音。洗濯機回してろうとしてんだけど。どこまで行くんやろ、これ。やばい。かも。しんない。それはやばい。ちょっと待って、それはやばいわ。どうしよう。かかしがない。あ、かかし！お前の体の一部くれ。あ、マジ助けてくれてるやん。絶対助けてくれてるやん。俺のこと好きやん、絶対。マジサンキューな。
このかかしはいいやつなんじゃないか。どっかにまた差しに行かなあかんねんと思うけど、この先かな。どこや。どけ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 、近づいてくんじゃねえ。これ多分でも避けてくれるとは言え、相手よ、あの動き遅いから自分からぶつかってたら終わりそうな気する。めっちゃかかし捨てられてるやん、やばくね。てかなんでこんなかかし作ってんの。かかしって一つの田んぼに一つぐらい、一つ二つでよくない。こんないらんかな。これどっち行ったいの、これどっち行ったいの、これ。これ上行ったらどうなの、これ。上じゃない、あ、大量のかかしな。あ、かかしが捨てられた場所がここにも。なんでこんな捨てられてんの。おお、急に捨てんな。びっくりした、こっちのかかしも捨てようとしやがる、こいつ。急に捨てんな。あ、あった、はい、 OK。 この地域のやつ、かかしバカみたいに作りすぎちゃう。アホやん、そりゃいらんくなるって。どんだけ作ってんねん。どんだけ作ってんねん。職人おるな、これな。どちらかというと、これ、あの、稲作頑張ってるっていうか、かかし作りで頑張ってる、これ多分。ん？いた。あ、なるほどね。で、ここ渡るようになるのか。はい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 。で、ここは戻ってくんや。お、なんか落ちる。10円ゲッチュー。マジ10円大事やからな、セーブ用の10円玉は。はいはい。で、こっちに帰ってくんのか。どうしたねん、これ。帰ってきてどうしたねん、これ。あ、もう一個あったな、そういや。もう一個こっち側に見ちゃったよな。こっちはこっち。これ多分今、主人公全部のあの、かかしのゾーンを、またいるな。差し直してるよな、かかしを。それがいいのか悪いのか分からんけど。まあでも、いい神様もいるしな。いい神様とか、いい幽霊とか。やばいかも。やばいかも。やばいかも。でもあいつら足遅いからそんなに大丈夫かも。やべ、迷路みたいになってるこれ。やべ、迷路みたいになってるこれ。すごい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 。あ、いた！いた、かかし、あそこまで行かなか。頑張れ。マジ迷路みたいになってる。何これ、何ここ。あれ、もしかしてこれ近道できたんじゃね。あ、あれそこ。あれ、もしかしてそこ繋がってた感じ、右。俺結構遠回りしたんじゃね、これ。お、落としてくれ。センキュー。お前の体の一部もらうぜ。これ、でっかいかかしからちっさいかかしでできる感じよな、多分。なんかマッド漁師かみたいな感じよな。これで全部かな？まだ雑草あるかな？なんかこのいい、あの、守り石がなんかキノコに見えてきた。あの、マッシュルームに見えてきた。お前ら、その石が何や、邪魔なんか。なんや、なんでそんな石を崩すんや、お前。そんなストレス溜まってんか、お前ら。あ、またいる。一体どこに向かってんのかもわからへんからな。めっちゃ捨てられてるやん。めちゃくちゃかかし捨てられてるやん。かかしさん。ん？どうしたんだーい。どうしたんだーいっつってるかかしも。なんもないの？これどうしたらいいのこれ。どこ行ったいのこれ。戻ればいいの？普通に戻るかじゃ一回。特に何の収穫もありませんでしたよね、けど。あ、そうかそうか、ここに壊れた橋があったんか。で、直してこう行けるようになるのか。ちょっと何の成果も得られませんでしたなんですけど、これどうしたいんですか？とりあえずあの一番最初のかかしの場所戻る？あ、消えてる。こっちは？どうしたいのこれ。わいわいどこ行ったいのこれ。あ、ん？ちょっと待てよ。
びっくりした。これは殺しに来てるやん、今。完璧に刺しに来たやん、上から。一回してみましょう。どうしちゃいいんや、これは。こっち戻っていいんか。びっくりした、お前。もう殺しに来てるやん、絶対。やめて。あ、こっちに行けということかな、もしかして。え、なんか顔が描かれてんねんけど、石に。え、顔が描かれてる。ちょ、どこ行ってんのこれ。あ、戻ればいい？ピエンみたいな顔が描かれてた、石に。これもしかしてあれかな？門のとこまで案内してくれてる？もしかして。そうくさくね？これ門のとこまで案内してくれてるっしょ。門開けてくれんじゃね？もしかしたらカカシが。ああ、めっちゃ待ってくれてるやん。ごめん、待った。いや、今来たとこ。あ。開けてくれんのかな？カカシさん。私、祠にカカシを刺して回ったよ。ここを通してくれる？よかろう。お、もしかして鍵か、それは。それ鍵臭くね。これ、鍵？そもそも入って大丈夫などうかもわからへんけどな。うん。ありがとう。このカカシはいいやつなんか、悪いやつなんか、わからんわ。この先でなくしたものが見つけられるといいんだけど、この先にまず何が待ち受けているのか。だいぶ危ないぞ、トンネルはマジで。一回セーブすか。でも、もう、怖いか。おい、返してくれへんやん。ほんまにお前いいやつけ。返してくれへんやん。こいつ返してくれへんねんけど、俺を家に。ほんまにいいやつか、お前。はめられてんぞ、ワンちゃん。オッケー。大丈夫け、こんなところ。普通に危ないねんけど。十円玉が2枚しかない。やばい。水門やから、下水みたいな感じなんかな。あー、はい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 。水の中に階段があると。じゃあ横のやつハンドル回して、あれか。水位を下げると。ハンドルがついた箱がある。回したら何かが起きるかな。L を時計回してバルブの水を抜きます。B で回すのをやめます。はい、わかりました。あ、こうか。ん？時計回りか。こうか。これ、抜けてる今。あー、抜けた。はいはいはい。水が抜けた。オッケーオッケー。いいの、勝手に抜いて。勝手に抜いていいんかな？絶対公共の場合やと思うんだけど、これ。水門とか。まあまあ、まあ、バレなきゃ犯罪じゃないんで、はい。何があるのかな？この先に。ん？何の音？あ、石よ。あれは敵か？あの石は。石が石を持っている。ごめん。おもんないから泣いて。おもんないから泣いちゃった。お前が泣かれたら俺も泣くぞ。ね、怖すぎや。何や。あ、さあこれあれや。一直線に走ってくれちゃ。左もあんのよな。左も気になる。なんか正規ルートは右臭い。ほら。なんか落ちてる。紐状の石。紐状の石。紐がくるんと回ったような不思議な形をした石。見たことない形だけど、石のように硬い。本当に石なのかな？ちょっと何言ってるかわからんわ。なぞなぞかな？紐は紐でも石のように硬い石は、何あれ？ちょっと見たことないです、あれ。こっから本格的に勝負か？何をすべきか分からへんけど。
石。俺が今投げたんか、この石は。あ、ライトを当てると。消えるんや。てか、遠ざかってくんや。何の音、何の音、何の音、何の音。おい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 、パリピパリピ、スポットライト当てすぎ、やばい、あぶっ、おいくそ、二重かよ。そして V を描くやろお前。あれなんかまた黒いの来てる。鳥の巣を拾った。草や木で作った鳥の家、中には卵の殻だけが残ってる。もうこの家は誰も帰ってこない。ちょ待って、めっちゃ来てるやん、あいつ。さっきまで消えたの。あ、ずっと当て続けると消えてくれるわけや。なるほどね。はい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 。で、ここやな。ここ2回来るから、2回攻撃やから、ここ。オッケーオッケーオッケー。これは初見殺しですなぁ。これでずっと当て続けたら消えると。こっちか、こっちじゃねえか。管理小屋の、なんて書いてあるのこれ、手記。手紙がふやけた古いメモ帳、いつまで子供にむごいことを続けなければならないんだ。村のためとはいえ、もう。はぁ、あ。いつまで子供にむごいことを続けなければならないんだ。村のためとはいえ、もう。闇吹かない?これちょっとたまに、B 級ホラーとか出てくるような村やん。これ消えへんのか?あ、消えた消えた消えた。ずっと光当て続けると消えるのか、やっぱ。何の音なんて光る、これは。あれ?おい、やばい、それは。びっくりした。あれ?ここの扉壊され、ちゃう、ここじゃないか。ここじゃないわ。もう一個奥か。ここか。この小屋か。なんこの小屋は。ハンドルあった。オッケー?なんも。いや、わからんわ。どこ刺してたんやろ、このハテナは。あのハテナが、ハテナが出てくるってことは、どっかに、この画面内に、何か、その、反応できるオブジェクトがあるはずなんだけど、何をどこを刺してるのかわからなかったな。まあ、とりあえずこれ、差し込みますか。はい。どれや?こうか。で、右回転か、これ。はい。びっくりした、何これ。ぶんね、そういうことか。また来るんちゃん。あ、来んの。なるほどね。ああいうことしてくんにゃ。なるほどね。そういうことしてくんにゃね。はい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 。好きやね、そういうことね。ずっと開けられてなさそうな、扉だ。開けれんの?中に入るしかないっしょ、この。あ、やばい、これは。あ、これはやばいわ。帰らん、これ。これはやばいわ。で、なんかさっきの置き手紙もなんか子供、なんか何々のためとは言え、みたいなことなんだかんだとか言ってたから、この村やばいぞ。いやーい。赤ちゃんの泣き声してたもんな。カカシが潰されちゃった。やっぱこいつ俺の仲間やったかもしれん、このカカシ。え、カカシが今泣き、今、来いよ、ほらかかって来いよ、こら。どうしたねこれ、どうしたねこれ。ここか、なるほどね、ここか。なるほど、刺してくんか。オッケーオッケー、同じやね。やっぱこのカカシは仲間なんじゃないか、味方なんじゃないか、このカカシ。これなんなん、ここ。誰が何のためにここ作ったん。なかなかやばいぞ、ここ。もう世界観がほぼバイオ、バイオハザード。あったもん、バイオハザードで。こんなステージ開けれる、それと。扉の隙間から風が吹いている。ここから外に出られそう。出ます、一回出るか。何が待ち受けてるか分からんけど。ちょっとマップが広すぎますね。どっからどう、な、どっから探索していっ
ったらいいかがマジでわからんね、これね。じゃあとりあえずこの地蔵の奥行ってみっか。行く必要があるのかないのかわからんけど、後ろから来てる。あの真っ黒クロスケみたいなのはな、光当てたらどっか行くから。真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をジョン。まずい、なんじゃこれ。古い形の鍵、水路の先の森の中で見つけた古くてサビサビの鍵。私の家の鍵とは形が違ってちょっと変。やばすぎだ、やばすぎ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 、ないこれ。小さなお花を拾った。なぜか目に留まったお花、小さいのにどうかたくましく心がポカポカする。誰かにあげたら喜んでもらえそう。わあ。あ、なるほど。行って帰ってしてくんのか。そのコウモリみたいな鳥のやつは。はい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 。まあ、この鍵がどうせ後々必要になったんやろうな。この先。多分これ、もう一回多分この意味わからん奇妙な洞窟入るけど。はい。で、この先やな。この先行くにあたって多分ここか。そっかそっか、ここに必要やったんか、この鍵が。はい、OK。なんだかんださ、この持ち物多すぎやろと思ったけど、なんだかんだ埋まってきたな。結構すぐ埋まるな。またいるねー。これ、なんかなめっちゃ扉ある。なんもないやんけ、こら、ここ。罠。罠か、ここは。なんもねかったわ。これ、開いてるってことは閉まりそう。紙飛行機。いまいち紙飛行機の使い道が分からへんのよな。人生は鍵がかかってるみたい。オッケー。紙飛行機願い乗せて飛んでゆくよ。この部屋なんなんマジで。そこ入れへんねんな。これ広まりや。これ鍵か。あ、鍵ちゃう、これ。ぬめった鍵。ずっと水に浸かってたから、ぬめぬめして持ちにくい鍵。緑色の水草が絡みついて剥がせない。じゃあそこか。いやな、なんか来ると思ったわ、絶対。おかしいもんだってな。手前に鍵の扉があって、奥にさ、鍵があるということは何か起きるっていうね。もう絶対なんか来ると思ったわ。心の準備ができたから、今回はそんなにビビらんかった。やっぱ怪しいのよな。うん、順序が逆になってたりするときはマジでな、怪しんだ方がいい。ホラゲンに関してはなんで手前に飛び上がって鍵が手前にないんやみたいなときはマジで怪しいから。ん、何これ。あ、ここで10円玉噛みすぎんか。今俺10円玉だって、ほら10円玉1個しかないもん。やべ、10円玉が足りねえ。10円玉が超絶貴重なんだよね。セーブできなかったらこのゲームつらたんやからね。ナイス10円玉。この洞窟どこまで続くのよ。この洞窟一体何やねん、これ。何のために作られた洞窟なんや、ここ一体。びっくりした。怖いわ。怖いわ。ねこれ絶対落ちるよ、これ。これ絶対落ちんぞ、これ。待って、かかしちゃん。やばい。おお、怖いの、かかしが。キモすぎる。ちょっと待って、キモすぎる。何ここ、キモすぎる。キモすぎるキモすぎるよ、ここ。やばい、ここめっちゃキモい。めちゃくちゃキモい。なんやねん、ここ。なにこれ。ちゃんとなんか怖いというか、もう不気味とキモさが半端ないよな、これ。
ん、これ何の妖怪、これ何のお化けだよ。何こいつ、オールマイトみたいに拳高く上げるやん。なるほどね。はは、はは、は、おいおい、お通れへんよな。ちょっと待って、どうしたらいいの。ここギリギリで粘っとく。これで死んだら終わりよな。ええ、ああびっくりした、ギリギリ攻めさせんね。なんだここは、分かった、こうか。あー、ダメダメダメ、そんなことしちゃ初見殺しにも程があるでしょ、それは。ダメよそんなことしちゃ。もう別れ道とか一番やっちゃ、力を貸してくれ高橋、力を貸してくれ高橋。おい、道が塞がれた高橋。やばい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 、あ、おい追いかけてきやがる。オッケー、よし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 。てかこの赤ちゃん今持ったけどさ、さっきのメモにあったさ、なんかなんかの儀式で、なんか子供に、儀式とはいえ子供にこんなことしたくないみたいな、それでなんか殺されたかなんかされた赤ちゃんたちじゃん、もしかしてこれ。そう思いませんか。多分そうやと思うんだけど。うわー、ギリ間に合わんか、そこ。え、これ最初から、あ、なんかズルしたみたいになってるやん俺ここからスタートなんか俺ズルしたみたいになってるやん。ギリ届かへんかったし、さっきここのカカシ取る前に死んだのに、なんかズルしたみたいになっちゃってるやん 俺のせいで。なんかこれなんか儀式に使われた、やっぱそうよな、絶対儀式に使われた赤ちゃんやでこれ。おいおい、待て待て待て、おーいおーいおーいあ、なんかこのラスボスの風格あるぞ、このカカシ。そんなことなかった。この、ここ、ラスボスの風格あるぞと思ったけど、そんなことなかったわ。まだ先あったわ。ラスボスカカシの風格あったけど。よい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 、そこはやばい。おーいギリギリすぎやろ。これ地味に。遅いけど遅いわ、ちゃんと遅いわ。おい、やばい、マスターハンドだ、マスターハンドとクレイジーハンドや、やばいやばい、なんかすごいわけわからん、俺が先かこいつらが先かわからへんけど俺がさっきまでこの手が出てくるのを待ってたけど、俺が先行ってんのか手を待ってんのかがもうわけわからなくなってきた。ほらもう日本語わけわからなくなってきた。危なすぎ、ギリギリすぎ。このね、夜回りはね、このスタミナの使い方がね、マジでね、大事でね。バンドはエイジなんですな、これ。これでも最後本体戦あるやろ、絶対。絶対これ本体で戦わせられるよ、これ最後。この赤ちゃん地味に遅いけど、ちゃんと追いかけてくるからね。わー、これラストくせえな、ここ。この先に何が待ってんのか。絶対こっからラスボス戦やこれ。くんちゃん、なんか、え、なんかない、なわけがない、絶対来る。どうやって行くのそれ。あ、板がある。ん、あ、俺下に落ちてる板つかんかと思ったけど、やっぱカカシお前は味方なんか。でもアナカちゃんも多分な、その儀式がなんかで殺されたかなんかの赤ちゃんと思うから、別にその赤ちゃんも悪なわけではないと思う。そもそもカカシが見方かどうかもわからないし、この先何があんねん。はい、あ、外に出んのか。はい、どこここ。いや、だいぶ来たぞ、だいぶ遠くまで来たぞ。もういいから
もう何のためにここ来たかも忘れてきたわ、ほんまに。記憶のためや、記憶のため。うわ、なにここ。え、なにここ。え、何の墓それ。あ、さっき取った花ちゃん。どっかで取った花ちゃん、それ。違う？なんか綺麗な小さな花みたいな。なんでかわかんないけど取ったみたいな花ちゃん。え？どういう状況これ。なんか来そうなんやけど大丈夫それ。前から。ああ、後ろや。あ、記憶のやつや。何が落ちてんのそれ、ん、何それ、何これ、これは破れた折りたたみ傘。私はこの傘で突然通り雨をしのいだことがある。はあ、なるほど。そうだ、これは昔私が持っていたもの、折りたたみ傘。どうして忘れてしまったんだろう。思い出せるか。雨の匂いを思い出した。破れた折りたたみ傘。お、思い出すか？うん。どこだここは。あ、ここ最初のあれちゃん、工場のところちゃん。工場じゃ、屋上のところちゃん。ん？なんかおるじゃん。なんか右奥おるぞ。あ、そや、俺操作してできんじゃん。え？お姉ちゃんちゃん、あれ。お姉ちゃんやあれ。で、これは何？ん？見慣れないものが貼ってある。写真だ。何これ。あ、思い出せんってこと。これ何これ。空に何かが。うわ、何これ。もや、いや、思い出せんのか、それともこの化け物のせいなのか。こいつか。これ定期的に現れるこの目ん玉か。ラスボスはなんでそれで死ぬの。え、あ、バカなのこの目ん玉は。なんでそれでしのげんの。いや、目の前で芝生に隠れてバレへんや。あの目ん玉クソバカ。やっぱ目しかないからか、脳みそないんかな、あれ。そうだ、思い出した。あのお姉さんは掲示板に何かをさ、掲示板に何かしてた。でも今の思い出、あの変な写真は一体何だったんだろう。他の思い出も探さないと。一度お家へ帰ろう。でももう手がかりがないんですけど。